日本の憲政史上最も長く続き一強と言われた政権の幕切れはあっけないものでした。民意によって幕が引かれたのではなく、病気という本人の都合で政権が終わる、これが冷徹な事実です。安倍政治の功罪、どのように教訓を汲み取り未来に生かすのか、緊急特集で考えます。